おはようございます。おはようございます。おはようございます。やってしまいましたよ、少々の皆さん。私はタン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 ミッチーだよ、俺はミッチーみたいにやってまったな、ほんと。今日もさ、はい、TM でございます。小林44歳経営者、寝坊してごめんなさいです。週に1回、まあ、朝帰ってて、まあ、芝藩の、はい、まあ、成長っていう意味で、まあ、営業とかずっとやってたんですけど、まあ、芝藩って、はい、まあ、ちょっと、まあ、ここからもうワンステージツーステージ上げていこうぜっていうことで、まあ、週に1回さ、まあ、資材置き場が6時半集合なので、はい、みんな、うん、リーダークラスだけ、まあ、マッチョと、はい、爆速、はい、森川翔と、なんでマッチョだよな、はい、辻隆二、はい、2人と3人で、まあ、朝、なかなかさ、夜ってやっぱ遊びに行ったりしたいし、まあ、用事も入るじゃん、はい、俺も。そうですね。うん、なので、まあ、手入れて、まあ、朝帰って全部やっとるんだけど、俺はなんでね、1時間、週1でね、はい、まあ、知ってるでしょ。で、5時半に駐車場集合して、静岡県まで集合して、俺が行ってあげるわと。はい。で、1時間ミーティングしてから、まあ、ね、まあ、仕事で、1週間の宿題も俺も出しとるわけ。ああ、そうなんですね。そうそう、でまあこれやってこうやってちょっとずつ進んでいけないじゃん、はい、で週1個やってるのが52個やるじゃん、はい、お前だいぶできるんだね。お前と朝からやってるのか週2回やってるのか104個できるよ。はい言ったよなお前動画で今言ったよな、視聴者の皆さん今言いましたよね。今緑が週1、週2は朝からやるって言ったよな。ちょっと週2はもうあと3つはのこと、まあ、日曜日休みとして、はい、あと3つは朝からできるよ。で5時半集合なんですけど、はい、もう起きたら6時15分でしたよあれってアラームかけたのにと思ってパッて消えてみたら、そのまま鳴りっぱなしのスヌーズみたいな、チャン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 だろこれミッチだろそれ何ですか。ミッチなんかよくやるやん、なかなかこんなやつやザス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 かザスザスザス寝坊の帝王って言ったらミッチだよ寝坊に関しては彼に右に出るものはなしそんな寝坊するんですか。いや寝坊しまくっとったやん、あいつ。あ、そうなんですね。伝説だわ、あいつは。で、そうそう、でもあの若さで俺はいいんだよ。あれ高くやつもおるけどさ、今はどうっていう、まあ、俺はよく今、社員にも言うんだけど、やっぱ、リーダーになっていこう、経営者になっていこうっていうのは、まあ、優秀なだけじゃなくて、はい、やっぱ人間的な魅力、やっぱ人を大切にする力だとか、うん、優秀な人はおるじゃん。お前はそうじゃん。俺絶対何もやらんじゃん。やっといてねっていうだけじゃん。はい。そういうね、裁ける力もあるけど、やっぱ、経営者の必要なものってそういうとこじゃないところっていうのかな。と、活躍させれる力っていうの。はい。なんかおるだろ、自分が自分がみたいなやつ。そういうやつってダメじゃん。人が混んじゃん。ああ、はい。中が我ががみたいな感じでさ。まあ、人のなんかよく言うじゃん。自分の手柄は人のものみたいな。人の手柄は人のものって思えるような人がいい。うん、チェス俺自分のすぐシャシャ見てください。俺はシャシャリーごめんなさい。シャシャリーです。本日もシャシャリー寝坊してました。なあ、久々に見てみるとやっぱテンション上がるな。つまらねえあいつ編集長。じゃシャシャリー行くか。シャシャリー行くか。これからお前シャシャリーだわ。私なんですか。社長じゃないんですか。金髪にしろ。お前シャシャリーだね。シャシャリーさんって言うな。社長がシャシャリーですよね。俺はシャシャリーだけど確かに確かにシャシャリー黙ってられないじゃあ俺なんかもう確実に社会の営業者だな。俺経営者的能力ってが高いと思うわ。そうですね。だろ、はい、なんかそうだろ、はい、なんで俺がおると何でもやれそうな気になるだろ。俺なんかその気にするのって得意だもんお前いけるって言って洗脳して生かせるのって得意だもんあーそうだろ。確かにちょっとあるかもしれない。ちょっとあるかもしれないあれがシャシャリーじゃボケガスお前はどうだボケイ私はシャシャリーと言ってないですお前が言ったんだろう。いやいやいや、編集で何とかしようとするんじゃねえぞ。え、編集でお前がシャシャリー聞いたこと、お前俺が言ったように捏造するんじゃねえぞお前シャシャリーごめんなさいシャシャリーです連絡入ってなかったんですか。5時半で気使ったんじゃない。ああ。昨日で俺誕生日会だったんですよ昨日、はい、11時まで飲んどったんだわ。はい、まあ、だけど、まあ、これちょっと真剣にさせないまなあかん事案だねこれ、はい、5時半に集めといて、はい、6時で俺もさもうテンパって、はい、何を行動起こしたかってやっぱ寝ぼけとんだな人間。はい、なんかもうなんかごまかそうとしちゃってさ俺もなんか LINE 普通に送ったすいません遅れましたそれでなんか今日はなしでお願いしますみたいな感じで普通に LINE 送っちゃってショートバックセクトあの
リュウジに、あ、これやべえよって電話しながらやってたってみんな待ってるわと思ってなんかテンパったんだけど、まあ、すぐ電話して、はい、いやだね、まあ、ちょっと謝らなかったのさすがにな、はい、まあ、電話では謝ったけど一応ちょっと見つけないと一番行きづらい な、はい、な、そうですね、顔の前向きめ、なんでですか、そのままスタッフの仕事だろ、社長守るのがお前の仕事、それはちょっと違うんじゃないですか守って散れ俺のために腹ばらしく散れ絶対おかしいですよねそう、戦えるんですよね、コメントはあれまくるやつ、はい、はい、やっちまった、どうしたらいい、いやもう謝るしかないですね、謝る、はい、やっぱりそうか、はい、やっぱりそれしかないんだ、そう思います、うまく切り返すリセットボタンとかないんだこれなんか三国志みたいな、なかったことにってことですか、あ、なかったこと、三国志みたいな感じで、それは多分難しいですね、難しい、はい、うわおるわ、ワクソク、うわ気まずいな、俺ミッチの気持ちがめっちゃわかる社長、謝るの嫌だな、マジでみっちの気持ちは分かる、でもこういう時はな、精一杯ちゃんと心を込めて謝罪しんと、ね、はい、リセットボタンあったらいいですけどね、世の中にな、本当にあったらいいよな、はい、押しまくってるよ、まだ俺3歳ぐらいかもしれない、リセットボタンあったら全然進まない、俺多分ミスばっかだもんやらかしばっかだもん、俺まだ多分3歳ぐらい止まっとるよ何を買ったんですか、ご機嫌取らない、ご機嫌取らない、お金の力また使うんか、俺はまだお金の力で俺は権力発動させるんか、発動必殺技キャッシュキャッシュ許しまよかな、まず気持ちが大事ですか、気持ちキャッシュより これこんなんじゃない、はい、そう、一番やっちゃいけない、はい、大人として一番やっちゃいけないこと、はい、やってる、やってますやっちゃってます、バレたか、あ、お疲れ様です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 、仕事さん全然仕事さん、あの、おー、レイ2人で来とった、はい、リュウジと、はい、チキンがいいですか、エビがいいですか、あ、チキンがいいです、チキンですか、はい、じゃあチキンバーグだ、はい、どうぞ、5億円、5億円、はい、よし、行ってきます、何で、チキンか、チキンか、エビ、チキンはエビ、チキンはエビ、飛行機で言われるだろ、チキンはなんとかって言って飛行機で言われるだろ、フィッシュか、チキンはフィッシュって言われる、用件がいいだろうな、そうおらへんなんか、え、社長も食べるんですか、だからどこ食べるんでしょ、誰もそうじゃん、めっちゃ食べる、いらないです、こういう動画で謝罪しながら食ってるな、いただきます、いただきます、本当にどういう動画ですかこれ、悪いことした後にハンバーガー食べるハンガーは昭和ちょぼうまい何言ってるか分からないリュウジは誰喋った、いや、喋ってないやつ、まあ、社長が来るかもみたいなんで、うん、もうお互いやることあったんで、うん、ずっとそれやってましたよ、まあ、ちなみに、まあ今度は本気で食事だよね、もう似合ってくるね、また良くなっていきますよ、足場、はい、今年はちょっと足場伸びるなぁ、うん、5月の売上良かったんで、もう良かったらしいな、まあでもこれで満足したんですけど、お株持って帰っちゃう俺寝坊してこれで満足だ、アスリート志向だね、確かにそうですね、これじゃ満足しんと、はい、まあ、5月良かっただけでいかんじゃないですか、もうそれがどんどんついてくると、うんテンパって最初 LINE 送ったからテンパってどうしようどうしよう電話やばいやばいやばい、とにかく LINE 送ろうと思ってどうしよう、あーでもこれ電話するしかねえなーと思って、でも前に電話したんだ最初突然 LINE が来たんだろ、何でもいい、おはようございます、すいません寝坊しましたテンパっちゃったよどうしようどうしよう、ちょっと待てよって出てやったら
電話するしかねえよって思った瞬間、あーってなったもん。あとリュウジの山行かなかんな。どう調子は？調子はいいっすね。女の子とインスタやる子もいなくなったで、どう仕事集中できる？昨日遊びました。あ、どう違うこと？またお前それインスタでやった子マジで視聴者、視聴者さんのところだよな。バッタン高かったんちょっと手振れ。昨日ありがとうって言うよ。いや昨日です。土曜日に来て泊まって。泊まった？初めてのやつが。おかしいだろお前そんなお前。ちょっと大変だよ。家家だ。あホテルです。ホテルだけど。ちょっとやったらいいって感じだ。初めてだっただろ？初めてです。そんな惚れたんだ。なんか顔は似てないですよ。なんか関西弁なんですよ。まあ、いいなぁ、いいですね。それは可愛いわ。うちなぁみたいな感じだろ。うわぁ、そんなうちなんて言われたらもう怒っちゃうよ、俺。赤くメガネが。よく見て、俺のメガネ。天才テレビが。本当だ。今気づいたっす。今彼女募集しないでしょ。微妙な反応。どういう反応ですか、それ。彼女を募集して休憩しよう。あ、飲んだ、はい、頑張るな。休憩しよう。いいの、はい、どうやるな。もう楽しい楽しい。でも慣れない答えで楽しいんですよ。あ、やってないんで。いいな、あ、いいな。いつも僕はクンドルボンで。いらっしゃいで。はい、少しは全然。すいませんでした。大丈夫です。これでっかくのよろしいですか。はい。視聴者皆さん、じゃあ今日は爆速に謝罪して許してもらえたんで、まあ、これでコメント欄荒らしてもらえるの困るよ。社員だったらそんな言えねえだろって書くやつがおると思うけど、いいやつが悪いこれ。でも思ってないじゃん。まあリュウジはちょっと思ってるけどな。絶対思ってないやつ。じゃあ、なあ、うん、マッチングで求人マッチングか。求人マッチングも今アップデートし始めて、外気塗装のマッチングは4月1日から正式リリースなんで、もうすぐだね、あと3日後ぐらいか。でこれが本登録もできるようになったんで、はい、なので8月1日にはもう一般の人に開放していくつもりなんで、その本当に見積もり依頼とか、はい、でまあ一括見積もりはちょっとまだちょっとあれですけど、一括見積もり依頼とか、そのもう直接ね、普通のマッチングサイトってもう見えんようにして、要はピンハネするけど、もうちょっと業者をちゃんと見れるから直接依頼があると思うんですよ。それお金かかんないから、1円も。それぐらいね、あのいいもの作っとるんで、ぜひ登録の方よろしくお願いします。すいませんでした。ハンバーガー食べてね。食べます。